こんにちは、サックス奏者の正木エマです。今回の動画は初めての音出しサックス演奏に必要な呼吸法基礎体力を身につけようということで、ロングトーン4拍を皆さんと一緒に行っていきたいと思います。最初に上半身のストレッチなどをしてリラックスした状態で行ってみてください。では行ってみましょう。お疲れ様でした。今回は G メジャースケールを使って行いましたが、他のスケールでも同じようにロングトーンしてみると各音域の音作りができ、運指もしっかりと覚えられます。ぜひ日々の基礎練習にお役立てください。ありがとうございました。